緊張するんですけど、ここです。緊張しますね。じゃあ、行きます。どうもこんにちは、伊藤遥香です。はじめまして。入っても大丈夫ですか？はい、じゃあ失礼します。はい、邪魔していいですか？はい、どうぞ。邪魔します。すいません。あ、どうぞ。いいですか？はい、あ、座ってください。あ、座っていいですか？あ、こっちで。じゃあ、すごい綺麗になさってるんですね。いや、ちょっとさっきまで掃除してて。あ、本当ですか？はい、もう綺麗ですか？綺麗ですよ。はい、もうなんかね、いや緊張しちゃいますね。なんか座ってください。あ、そうですか。なんか自分じゃないんですけど。いや、なんか本当にね、なんかしてくれるなんて、本当。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、そう、喉かいたね。すいません。はい、ケーキ買ってきたんですよ。お好き？はい。あ、じゃあすごい好きです。ちょっと今用意しますね。ちょっと、そんなありがとうございます。なんかこっちが本当はね、なんか手土産とか。はい、ショートケーキだ。わー、美味しそう。嬉しいです。なんかすごいおもてなしというかしてもらって。全然、はい。ブログいつも見てます。うん、本当ですか？風邪大丈夫ですか？ああ。喉がなんかおかしいとか。そうなんですよ。と思ったんですけど。心配してたんですよ。今日もしかしたら風邪で。なんか。昨日ちょっとおかしいなと思ったんですけど、治りました。あ、そうなんですか？気のせいでした。じゃあ、お風呂とか入ってみますか？お風呂、まず。いや、ちょっと、すごい狭い。嫌なんですか？いや、ちょっと、びっくりしたんですよ、狭くて汚いんで。いやいや、こう、全然いいじゃないですか。いや、そんなもんですよ、お風呂。大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。一緒に入りましょう。じゃあどうすればいいですか？脱いでから。あ、じゃあ、脱がしてもいいですか？え、あ、ちょっと恥ずかしいですか？じゃあ、後ろ向いて脱ぎ合いこう。脱がしてほしいです。あ、脱がしてほしい。じゃあ、脱がします。いいんですか？はい。女の人とお風呂入ったりとかするんですか？いや、初めてですよ。本当ですか？彼女もいないですし。